お疲れ様です。井上です。ウィングネオインフィニティ CAD を用いた製図、前回は角部分の変形ができるコマンドを由来と合わせて紹介させていただきました。他の CAD を触った経験がある方、他の CAD と並行して使われる方は、インフィニティ CAD では面取りは墨切りのコマンドで行うと覚えておいていただけると便利かと思います。そしてさらに雑談ですが、不動産用語の墨切りは角という字を使って墨切りという呼び方もしていることをついでにお話ししておきます。今回は図形データを眺めてみます。図面上の図形を左クリックで選択すると、画面右側のプロパティバーの下部に連続線データと表示されます。連続線データの内容は4つ。1つ目はそもそも連続線データと表示されていること、2つ目はその連続線が併合か解放されているのか、3つ目はその連続線の長さ、4つ目はその連続線が通っている図形の座標値です。まず1つ目は表示の通りで、これが例えば円を選択した場合には円データ、円弧を選択した場合には円弧のデータが表示されます。ちなみに被覆や特殊線を選択した場合、特にデータが表示されることはありません。つまり連続線データと表示されている時点で連続線を選択したことを表しています。2つ目はこちらの連続線を選択すると分かりやすいと思います。この図形は四角形ですが、同時に1本の連続線でもあります。このように始めと終わりの点が存在しない状態を併合と呼び、連続線データにも併合と表示されています。別に四角でなくとも、このように線が途切れず終わらずずっとつながっていれば、その連続線は併合であると言えます。逆に一見つながっているようでも途切れていれば解放されていると表現されます。そしてインフィニティ CAD では、例えばこんな連続線を引いた時に、解放になっているボタンを左クリックすると併合させてくれる機能があります。遠目でこの連続線が閉じているかどうかわからないときは、左クリックで図形を選択してこのボタンを確認すると一目で判断ができます。ちなみに併合した連続線は線分伸縮が使えないので、線分伸縮コマンドの色で見分けることも可能です。選択した時に線分伸縮のコマンドに色がついていれば、選択可能な状態であればその連続線は解放されていますし、選択した時にこのように線分伸縮のコマンドが灰色で使用不可になっていれば、その連続線は併合状態であると言えます。3つ目、長さは、これはそのまま図面上の連続線の長さです。4つ目の図形点の座標値ですが、連続線の場合は最初と最後の端っこの点、端点と線が曲がっている点、折れ点を図形点と呼びます。そして CAD の図面上の点が全て持っている XY の座標値を連続線の図形点で中抜きした拾ったものがこの一覧です。この座標値の一覧は入力変更可能になっていて、このように数字を打ち替えると図面上の点も移動します。ところでこの一覧、 X 座標は図面上の縦の位置、 Y 座標は図面上の横の位置を表します。これは普通の CAD と逆、測量の基本ルールに即したものになっていて、インフィニティ CAD が測量用として作られている証拠でもあります。この企画でも後ほどきちんと説明しますが、もし初めて耳になさった方がおられたら、頭の片隅に置いておいていただければと思います。本日もお付き合いいただきありがとうございました。